はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、的石千本桜朽木白夜使っていこうかなと思います。必殺がデバフ1個解除 &350% ダメージ&対象が特殊タイプな 60% のキラーと、特性に関してが高速救護軽減&永続攻撃 17% アップというわけで使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは鬼さんというわけで、あのね、ま、今日の夜の9時から半年ぶりにプレミア公開を、やるんで、ぜひとも概要欄に貼っておくんで見に来てほしいなと、思うんですけども、あのね、こんななるつもりじゃなかったっていうお話なんですよ。まあっていうのも、今日のプレミア公開ほんまは月曜日にやる予定だやったんですね。月曜日の夜の9時からやる予定やったんですけども、あのね、設定を間違えて、あの日付を間違えてしまって3日後の今日になってしまったんですよね。久々にプレミア公開やるもんですから、ちょっと設定がね、おぼついてしまって、はい。だからね、なんかね、コメント欄でも結構言われてたんですけども、なんで3日後やねんってもう待ち時間長すぎやろ、なんかそういう感じのコメントをね、いただいて、ありがたい、ね、温かいコメントたちをいただきましてありがとうございますなんですけども、僕もそれは思うわ、なんでこんなことになってしまったんと。だからね、なんか皆さんのね、期待値がなんか上がってそうで怖いんですよね。ぜひともハードルは低くお願いして、ほんまに月曜日の夜に確か2本目の動画かな、2本目の動画をちょっとなんか適当にプレミア公開でやったら面白いんじゃないかなという感じのノリで設定した動画なんで、そんなね、3日間引っ張るつもりなかったんで、まあぜひともどんなことに仕上がってんのかっていうのはぜひともね、今日の夜の9時、よろしくお願いします。なんていうのかな、状況的に言うたら、今日公開される映画を見に行ったら、なんか知らんけど、その映画の監督が出てきて目の前に、あ、ちょっと皆さん、ちょっと今回のね、映画、まあかなりの、まあ、失敗作になってるんじゃないかなと思うから、ぜひとも皆さんハードルを低くしてご鑑賞ください、それでは行きましょうって言ってるようなもんなんですよね今。だからぜひともハードル低く皆さん見てください、よろしくお願いします。まあそういう状況ならば、僕は映画監督ということなんですね。あ、申し遅れました、私、スティーブ・マルトラーグです、よろしく。まあ内容的には、今日のプレミア公開の、まあ、ジャンプ地実況の決闘の、まあ、動画をお送りしようかなっていうふうに思っているんですけども、まあいつもみたいに普通になんか適当にパーティー選んで決闘っていうわけではまあないんですよね。ちょっと企画絡んだ決闘企画みたいなのを、やってるんで、まあよろしければね、20分ぐらいかな、めっちゃ長いんですけども、まあ見てほしいなと思いますわ。というわけで、数時間後またお会いしましょう。バイバイ。